で一番伝えなかったことはですね、これなんですよ。いやー、ついに買ったわ、ベラ。これでベラって呼びますね。ドライバーっていうと、なんかメジャーどころで言うと PB とベラかなって思うかなっていう感じだと思うんですけど、これはね、ベラ。これプラスじゃないんですよ。ポジドライブってやつで、 PZ の1番っていうのが、このスピコンの NL4 を作るときにここにぴったりくるやつです。これ実は僕今初めてしれっと使ってみたんだけど、全然違うわ。ビビった。ポジドライブ気持ちいい。吸い付くわ。プラスでやったらそれは舐めるわって感じですよ。すぐね、プルンっていっちゃうんですよ、プラスでやると。だけどね、このポジでポジを締めるのは本当に気持ちがいいですね。いやー、これスピコンいじる人、これ買ってくださいよ。で、ベラは、この先がちょっとこのギザギザしてて、これがちょっとしたこの加工なんですよね、ベラ独特の。で、これより滑りにくいって。でもまあ、これはまあ、下手るみたいですけどね。説明欄に、楽天のリンク貼っとくんで、そこからちょっと見てみてください。もしそこから買ってもらえると、NL4 のブレイクアウトケーブル、そういうものを作ろうと思います。はい。それでは作っていきたいと思うんですが、これ 4S11 ですね。で、このままじゃできないんで、これバラして、このチューブ、これホームセンターに売ってる内径8ミリってやつなんですけど、4本のうち2本を1個のチューブ、もう2本をもう1個のチューブってして、二股に分かれて、で、先っぽにこれとこれっていう感じですね。まずこれを解剖します。4本入ってますね、2チャンネル分。おい。で、この紙をほどいて、このね、紐のことね、介在物って言うと思います。はい。で、今回買ってみたこの透明なチューブは内径8ミリってやつなんですけど、入りますね。あ、入りますね、これ。あー、入ります、入ります。一応このこれが2本通るであろうというふうに測っていったんですけど、おい。うん、ちょっとこのあれですね、摩擦がね、マサチングがね、これさ、このちょっとこのよりが残ったまんまいった方が見た目かっこよくないと思って、ちょっとこうよられたまんまいってる。いやー、ちょっと全然入らん。あー、困ったな。もう諦めよう、一回抜こう。抜きます。難しいな。じゃあこれ逆によりを取って、なるべくまっすぐな棒にした状態で入れてみようか。はい、はい。じゃあ再挑戦。これ2本ずついった方がいいのか、1本ずついった方がいいのか。2本ずつだよね、多分。よりが入らんようにこのままいきます。お、きつくなるな。でも、きついやんけ、バラしたって。あー、もうちょい、もうちょいってなってから長いな。あれ、入らんくなってきたぞ。あとこれだけなんだから、20センチぐらい、こんなもん、頑張れ。いやー、これもう行ったとこ行っていいか。もうちょい行きたいな、やっぱり。できた。ディディーン。手びしょびしょ、マジで疲れた。一本できました。ちょっとこれはもう、はあ、はい。一応このなんでこんな苦労してこの透明チューブに通したかっていうと、一応まあ保護ですね、ケーブルの
手順としましては、これを必ず一番最初に入れる。もうこれでも半分以上成功した。で次これですね。でさっき言ってたように1プラス1マイナスだけ使います。なのでこれをよく見るとですね、これとこれですね、このスイッチ、なんていうの、これがついてるとこの一番近くのこことここ、これがプラス、こっちがマイナス。最初書いてありますね。よっしゃ、これでもうここに入れて閉めるだけなんですよ。ただしポジドライブちょっとある程度ここ緩めて赤をプラスにします。ちょっとほどけちゃうのが心配だったら、ちょっとこうねじっておくといいかも。いいね。そしたら閉めます。はい、いやーポジドライブめちゃくちゃ気持ちいいね。吸い付くわ。でさっき通したこのなんかこの三角部品みたいなやつ、これこのここに溝が合うとこがあるんで、パコって溝がね、パコ溝がパコって合うとこにしといて、で閉めるとさ、これがちゃんとここをこのギュッて持ってさ、なんていうのしっかりできるし、ネジが斜めになってないかちょっとチェックしてね。斜め入ってないか。で、締めれるだけ締めますと。はい。見えるかな。しっかりホールドして、このチューブの方をね。ちょっと手汗でびしょびしょだけど、一応こっちができました。はい、それじゃあね、こっち側も一応作っていきたいと思います。まあこれはちょっと編集で飛ばすかもだけど、締めます。この死ぬほど締めなくていいです。普通にポジドライブで止まるまで締めれば十分だと思います。はい、そしてああこれ忘れたとはなんないんですよね。これはね、これはここ横から入れれるんで、これパコッと、これはね、反対側が切れてる時は後から入れれますけど、反対側作っちゃった後だと後から入れれないんで、これ入れるの忘れるのはむごいです。まあスピコンはね、まだこれネジでできるんです、割と楽ですけど、キャノンとか作ってる時にこれ忘れると、おいおいハンダ全部取るのかよみたいな感じになるんでね。はい、 OK、おっしゃ、これができましたね。1番2番です。1番2番、白が1番、赤が2番っていう風にしてます。このまあどうかね、このホットコールドで言ったら赤ホット白コールドしてんだけど、これは
この赤白の識別は僕的にはあの RCA のケーブルで考えてまして、 RCA って白が L じゃないですか。でだいたいこう PA 的には L が1番なんで、1番2番白1赤2っていう感じでちょっと使い分けようと思ってます。これでもなんかこうテープ貼ったりするのが嫌だったから、これで色分けしようと思ったんですよね。 NLT4MXX この中も4つ接点あるんで名付けしますか。ちょっとあのあれがなかったんでちょっと邪道ですけど、それでこのハンダはね、これ結構昔ギターのケーブルとか作るために買ったんだけど、ケスター44っていうやつですね。その時そのギターケーブルでやってた感じだと、なんていうのかな、ホームセンターに売ってるハンダよりもこのケスターの方がキラッてしてちょっとパリッとするっていうか、なんかいい感じな気がしたんで、このハンダ使ってずっとこれ使っちゃってますけど、 PA 的にどうなのか分かんない。もしかしたらギラッとしすぎてるのかもしんないし、そんなの別に気にすることじゃないのかもしんないけど、でどこがどこかを確認、これちょっともう書いとこう分かんなくなるから、でここ1マイナス、ここ2プラス、ここ2マイナス、 OK。 ここね、あの予備ハンダーといってくっつける前にそれぞれにつけときます。電線の方にも、あとくっつける端子の方にも、こっちの電線持つ方とハンダ持つ方と指を2本ずつやると手で持ったままできます。こんな感じね。で一応まあタイミングコツ的には、コツっていうか一応電線温めてそこに溶かすみたいな、ちょっとやりにくいな、すげえ。こうしてみました。中指薬指に電線にして、コントロールの効きやすい人差し指中指をハンダにしました。電線を温めてハンダを溶かす。はい、電線を温めてハンダを溶かす。はい、とちょっと盛りすぎたか。 OK、 これが指ハンダで、こっち側つけられる側にも予備ハンダします。これはちょっとクランプあった方がやりやすいかな。すべての場所に予備ハンダします。こう下を温めてからハンダを流すって感じですね。もうちょいですか。でこの煙なんか有毒らしいんで吸わないようにしてください。 OK、 指ハンドできましたんで、あてがってあつけるだけなんですが、はい、ここで気をつけるところはこれですね。こいつのこうブッシュっていうのかな、なんていうのかな、これを入れ忘れると終わりなんで、これ2本通るんかな、ここ。いった、いける。いけました。思ってたやつが作れるぞ、これで。よし、じゃあとはハンダ付けしていきます。ジプラでしょ。ここをこうしてこう。
OK？ 予行演習が大事。ああ、こうしたり、こうして、こう、こう押さえて、こう押さえて、こう、こう押さえて、こっち、こうやって。ハンダを溶かしながら、お二方をね、するんですけど、ちょっとこれケーブルが重くてさ、すげえやりにくいよ。いやー、うまくいくんかな、これ。ここに盛りまくって、そいつが溶けたらくっつくぐらいの勢いで。これならええんちゃう？まあいいでしょう。よしとする。次マイナス。ここもちょっと盛り目にしといて。熱っ。ここやけどしたわ。これどない作戦でいこう。持っといて、ちょっと、そしてああこれ忘れたとはならないんですよね。ここ割れ目があるからちょっと太いけどよいしょ。いやこれ結構きついんで先に入れといた方が良かったですね。よっしゃ入った。でこれもここに隙間がどの隙間と合わせんだこれ。ここか。このマジここでしょっていうハマりポイントがありました。はいここここでしょ。でチューブも効いてて完璧じゃん。はい。でこれを締めて完了かな。ちょっと待って、このマステッド溶かせ。はいはいはい、すべて OK。締めます。あ？え？よしよしよし。よっしゃ！できた！ここから受けてこの2つの分かれる。いやー